JR 四国2000系機動車。2000系機動車。2000系機動車は、四国旅客鉄道、JR 四国と、都佐路潮鉄道の特急系機動車。四国島内の高速道路網整備に伴い、特に四国山地を横断し急勾配、急カーブが続く土産線における特急列車の速度向上を目的として、JR 四国と鉄道総合技術研究所、鉄道総研が、 共同で開発した形である。西暦2000年を目前に開発されたことから、2000系という日本国有鉄道、国鉄式のキハ等の文字を使用せず4桁数字だけで表記する、私鉄車両のような形式称号が付与され、以後、JR 四国の新型車両は、すべて4桁数字だけの形式称号を名乗ることとなった。 エンジンから台車への動力伝達の反作用から困難とされてきた振り子式機動車を搭載された2つのエンジンの回転方向をお互いに逆回転させることで、それによって生じる車体への回転力を相殺させることにより実現するとともに、遠心力による車体傾斜に先行して、機械的に車体傾斜を生じさせ乗り心地の改善を図る制御不自然振り子が採用され、 振り子式機動車としては世界初、制御付き振り子式車両としては日本初の車両である。制御付き自然振り子はあらかじめ走行線区の線形データを記憶させ、これに応じて車体傾斜させるため、線形データが入っていない線区では振り子が使用できない。また、宇野線、本指三線では振り子を使用しない。振り子機構は、殺し式。 振り子作用時の車体最大傾斜角は5度で、曲線半径600メートルで、本速時速30キロメートルの時速120キロメートルの運転を可能とした。ブレーキシステムは、電気指令式空気ブレーキで、制動距離の短縮のために、機関ブレーキ、排気ブレーキを併用している。重心を下げるため車輪径を810ミ、mm、リメートルに、小経化し、 客用扉部分のステップをなくすとともに、ステンレス製の車体外反に 1.2mm 厚の薄いものを使用して、車体の軽量化を図っている。連結器は密着連結器が採用された。エンジンは、小松製の直噴式 SA6D125H 型で出力は 330PS。2型コンバータの直結二段式液体変速機。 タク22から1601との組み合わせで、25パーミル上り勾配での均衡速度は時速 95km を達成している。客用扉にはプラグドアを採用、キハ185系に合わせて片側2箇所となっており、これは後の新型特急車両にも踏襲され続けている。また、客用扉が開いたまま動き出しても時速5トルを超えると、 自動的に閉まるようになっている。制作年度により以下の3種類があり、相互に連結することで柔軟に運用することができる。1989年、平成元年に富士中工業で制作された試作編成3両で C の愛称を持つ。最高運転速度は時速 120km、テープ式1993年に 音声合成式へ交換の自動放送装置や LED 式車内案内表装置、行き先表示器、2201を除くを備えている。座席、冷房吹き出し口はキハ185系の流れを組んでおり、冷風吹き出し口は観光バスのように荷物棚の下に各自で風量、風光の調節が可能なタイプが設けられている。登場当初は、 万が一量産化に失敗した時に備え、AV 装置を搭載して、全面展望の映像を流したりしたほか、連結面のほろ内側に化粧板パネルを設置したり、座席は少し窓側を向くように固定できるようにしたなど、団体専用列車としても使用可能な設備を設けていた。その後、量産化改造時に座席を窓側へ向けて固定できないようにしたほか、AV 装置は撤去し、2001、 2201では AV 装置前に二人用座席を一つ増設。2101ではソファーを撤去し二人用座席を八つ取り付けた。座席の前後間隔はキハ185系より 40mm、拡大した 980mm としている。2001、2201の座席は増設部も含めて前面もケット張りの同じ座席だが、 2 1 0 1の座席は元ソファースペースを含む4列が量産と同じバックシェルタイプ、口述の座席とされた。鉄道ともの会、ローレル賞、日本機械学会賞を受賞。これを受けて一時期、2001の全面中央部に、大型の210 1運転席上部に、小型横長の90ローレルプライズと表記されたステッカーが、重複されていた。 1989年に高松運転所に配置され、特急、南風、四万都の臨時列車として運用開始。1990年、平成2年には、編成ごと方向転換し、量産化改造の上で松山運転所に転出、主に岡山駅松山駅間で潮風増結車として使用された。1993年、平成5年には、 予算線特急に8000系電車が投入されたことにより方向転換されて再度高松運転所に配置された。土産線特急の足ずり、四万との特定運用や中間車2201を外した2001と2101の2両での運用、2101の外側貫通扉の代替とされる板を外し2001プラス2101プラス2100系の編成を組んだ四万と での運用などに用いられた。2001-2101の連結側と2201の連結機が、量産車と同じ密着連結機電気連結機に交換された後は、2001-2201-2100系、または2400系の3両、2150系、または2450系2101の2両で、 伊予西条駅高松駅徳島駅間の渦潮に運用されるなど、様々な使い方がされていた。2003年、平成15年10月に、松山運転所に再転属され、2200系1両を組み込んだ4両編成で、特急、上海のほか2005年、平成17年3月までは、朝の高松発宇和島駅1本と夜の松山発、高松駅1の特急、 石槌でも運用されていた。2006年、平成18年3月18日改正からは、C として落成した車両のみの3両編成に減車し、一部の、上階で運用されていたが、2018年、平成30年3月17日の上階2号の運行をもって、定期運行を終了した。試作車両、C での性能試験を経て1990年から、 富士中工業で量産された車両である。このグループには JR 四国の所有者と土佐黒潮鉄道の所有者がある。最高運転速度は C と同じ時速 120km。C からの変更点として、先頭車には字幕式の列車相性表示器が設けられたほか、全面ブラックフェイス化による昼間時の遠方、視認性低下を考慮して、全消灯。 尾等ユニット付近に警戒色、機代々色が入れられた。座席の背面を FRP 製化粧板で折ったバックシェルタイプに変更。座席の前後間隔は新設のグリーン席がキハ185、軽より 10mm 拡大視線 170mm、普通車はシート同じ 980mm、各席の荷物棚下の冷風吹き出し口を廃止し、 車体側面の乗降ドア空きには LED 式の号車番号表示器が設置され、車内の仕切り扉の機構は空気式から電気式に、連結器は密着自動連結器から密着連結器電気連結器に変更されている。なお、自動放送装置は最初音声合成型のテープ音源が導入されていたが2004年に C を含む全車両が IC メモリ音源に変更された。土佐黒潮鉄道所有の4両、2030、2130、2230、2231は、車体中央に、土佐黒潮鉄道のロゴマーク、TKT が、2030と2130は、車端に、高知県のロゴマーク、国民休暇県高知がそれぞれあること外は、同一仕様で製造され、 高知運転所に配置された。車両番号は1 4 3として区別している。1990年11月の運用開始時は4両が同じ運用に入っており、後に1両単位で運用されるようになったが、アンパンマン列車となった現在は4両固定編成で運用されている、工術。1990年7月からダイヤ脇派185系のまま、南風。 四万と運用に入り、同年11月21日のダイヤ改正後は、当初の狙い通り、従来キハ181系や、キハ185系により運行されていた、岡山発着の、岡瀬、南風の大部分を置き換え、2000系のダイヤとしての運転開始当初は、宇多津駅高松駅間には入線しなかった。なお、1991年には、 西日本旅客鉄道 JR 西日本広島支社に貸し出され、警備船で試験走行を行った。当初は、瀬戸大橋上での騒音対策のため、キハ1 8 1系、キハ1 8 5系と同様に新東山トンネル、北尾山瀬戸大橋中央付近で、時速 65km 運転を行う措置が取られていたが、曲線通過速度や最高運転速度の引き上げにより、 所要時間が最大で約40分短縮された。なお、1993年、渦潮のみ1998年からは8000、軽電車と同じ時速 95km で減速区間を通過している。また、前述の措置によって一部列車が小島駅を通過し、JR 西日本と JR 四国の乗務員交代は多度津駅で行うか、 乗務員交代を行わずに JR 四国の乗務員が岡山駅まで乗務していた。2014年現在はすべての特急列車が小島駅に停車し JR 西日本と JR 四国の乗務員交代を行っている。2007年頃には大半の車両の客用扉が窓ガラス面積の小さいものに交換され2008年からは 同年3月15日の完全禁煙化に先行して、すでに喫煙者として運用されない車両では、肘掛けの灰皿の鉄も行われている。N2000 系の通称を持つ、このグループは、最高速度時速 130km 運転を目的として、高得線向けに製造した改良型で、16両全車が、富士重工業で製造された。改良には、 地図急行ホット7000系の技術をフィードバックしており、搭載エンジンの出力は330馬力から355馬力、小松製 SA6D125H-1A に増強された。基礎ブレーキ装置も量産車の踏み面ブレーキからディスクブレーキに改められ、滑走防止装置が搭載された。また、環境問題を考慮して、 冷房装置の冷媒には大体フロンが使用されている。1995年、平成7年に、先行車2両、2424 24、2458が、1997年、平成9年に2500型が、量産車として落成し、同年の年末年始繁忙期輸送で、営業運転を開始した。1九9八年から量産車の先頭車が、 登場し、最終的に量産車は3形式合わせ14両が製造された。先行車は従来の2100型と外観や座席がほぼ同じだが、貫通扉、客用扉の色が赤色とされ、黄色の全面形改色の帯が太いことで区別されていた2424 24には車椅子対応の座席および2000系で初の洋式トイレを設置。 従来車よりも、運転台が高くなった構造のスタイリッシュな、フロントマスク、車体側面の窓周りの帯を紺色と赤の、ツートンカラーとした量産車が製造されたち、先行車2両の外装も量産車に準じたものに、変更された。量産車の座席は8000系電車と、同様前面モケット張りになっている。客用扉のロック方式が2000系量産車。 N2000 系先行車と異なり、時速 5km を超えるとロックされる。座席の前後間隔は C、量産車、N2000 先行車と同じ 980mm としている。グリーン、普通号作り車はなく、2400系、2450系、2500系の各形式があり、車両番号は従来車の続番プラス300とされた。 2425から2429では、証弁所も設置されている。2018年3月17日以後、以下の列車で使用されている。N2000 系の一部は量産車との共通運用で、量産車の運用に入ることもある。量産車は、松山運転所、高知運転所、高松運転所に59両が在籍するが、グリーン。 普通号作り車の2000系及び中間車の2200型は高松運転所には配置されていない。なお、2005年3月2日に土佐、黒潮鉄道スクモ駅構内で発生した列車衝突事故で事故編成3両の全2両2008.2218が大破した。スクモ駅復旧作業の開始により、当初は現地にて解体搬出の予定だったが、 大型クレーンで釣り上げて撤去された2両とも同年3月31日付で廃車。比較的損傷の少なかった2116は多度津工場へ改装、修理された後に営業運転に復帰した。スク駅の営業が再開した2005年11月1日以降、廃車となった2両の代替心臓はされていないが、その代替分として松山運転所の2006が 高知運転所配置とされ、続いて2006年3月18日付で2206も同所に転入した。予備のすべての車両が高松、松山、高知の共通運用となっている。高松運転所に所属していた2218と2219は、それぞれ松山運転所と高知運転所へ転属している。また、 松山運転所に所属していた2211、2011年3月12日付と2209、2012年3月17日付が高知店所へ転属している。16両製造された M2000 系に関しては当初2424 24のみ高知運転所に配置されていたが2018年3月改正の 数日前までは全車両が高松運転所に配置されていた。2016年3月には同月26日のダイヤ改正から、上階の指定席車両が2150型から2100型に変更されることに対応して、すでに車内天井に指定席区画表示板を取り付け済みだった高知運転所所者2105、2106、2108、210 2115から2117と取り付けていない松山運転所所属者2109から2114、2118との相互転配属が実施された。2018年3月には CO を置き換えるために N2000 系が初めて松山運転所に3両配置された。これは渦潮の2600系機動車で運転される列車を 増やしたり、高松伊予西場の通勤特急を5両で、運転の日は8000軽電車での運転としたりする、ことで3両を年出できたためである。また、上階の2両編成で、運転の列車が増えたことにより、2217が松山運転所から高知運転所へ転属した。百三十、二千二百三十、二千二百三十一の四両は、 土佐黒潮鉄道の車両。量産車の一部はアンパンマン列車として運転されている。数回のリニューアル後、車内をアンパンマンの内装にし、車内チャイムもオルゴールのアンパンマンのマーチに変更する改めが実施された。特に2000系の普通車指定席部分はアンパンマンシートとなっており、座席や内壁にアンパンマンのキャラクターが描かれている。 2016年3月26日現在、アンパンマン列車として運転されている車両は以下の通り。なお、高知運転所所属の2006は外装こそ量産車と同一であるが、内装にアンパンマンシートが配置されている。このため、アンパンマン列車の2000型が検査などで運用を外れている場合は、2006がダイソー運用に入る。 内外装とも一般車である2000系の予備は定期運用を持たない松山運転所の2 0 0であり松山多ど津高知で送り込みを呼び返却の改装がなされる高知運転所所属者による土産線のアンパンマン列車は2種類が存在しいずれも基本的に固定編成で運用されるなお現在のカラーに変更されるまではアンパンマンの顔が描かれた 専用のヘドマークを使用していたが、現在のカラーへのリニューアル時に、表示窓が埋められている。予算線のアンパンマン列車は、2016年3月25日まで、以下の松山運転所所属の11両が特急、潮風、石槌、いずれも下り、9.21号、上り、10.22号、上回、下り、5.1123.2931号、 上り、2 8 4 2 6号で使用された。なお、すべて一両単位で運用されていたが、基本的に、潮風、石槌運用と、上階運用と交互に繰り返すローテーションとなっており、アンパンマンシートは、バイキンマン号と、ドキンちゃん号が、確実で連結されていた。なお、2016年3月26日の、 ダイヤ改正で8000系電車によるアンパンマン列車が登場したことで、2000系アンパンマン列車は、潮風、石づちの運用から撤退。引き続き、上階で運用される2107、2152、2204を除く8両が一般塗装に戻され、2004、2109、2110、2113、2210は、高知運転所へ転属した。 本系列は、登場から20年が経過し、行き先表示器や、室内設備の老朽化が目立ち始めたため、一部の車両において2010年から、室内設備のリニューアルを図ることとなった。対象は 2000K38 両、内グリーン席付き車給料、N2000K12 両の先頭車両、計50両で、中間車の 2200K、2500型は、対象外となる。 コンセプトは8000系のリニューアル時に掲げていた癒しの国四国を踏襲し床や壁、デッキを木目調とし2000系普通車は全面モケット張り座席に交換し腰掛けモケットを変更したまた2000系の一部のトイレを洋式化しベビーシートベビーキープを設置一部の2000系2100系2150系2450系の 各形式は和式トイレのままだが、壁面と便器をリニューアルする。なお、アンパンマン列車におけるリニューアルとは別であるため、アンパンマンシートは変更されていない。2010年9月24日、完成した普通車先頭車2121 21が報道陣に公開された。同年以降年間で7、8両の改造を予定している。2012年12月現在、 以下の車両がリニューアル施行済みである。2004と2007はトイレを洋式としている。本系列に設置されているトイレは2400型が洋式である他はすべて和式である。従来、JR 四国は地域性を理由に車内トイレの洋式化を見送っており、6000系電車では和式トイレが設置された。しかし、交通バリアフリー法制定後、 1000系機動車に追加設置されたトイレや1500系機動車では車椅子対応の様式とされた。8000系電車のリニューアルでも5カ所中3カ所は様式とされている。なお、2010年度の JR 四国の事業計画に盛り込まれたリニューアルによって一部の2000型にも様式のトイレが設置されている。2014年。 平成26年から2016年、平成28年にかけ、予算線の電覚間部分を走行する本系列の取り替え名目で空気バネ車体傾車式の8600系電車が申請され、潮風、石槌に投入されたが、実際はこれに伴う本系列の廃車は発生せず、この二つの特急列車からの撤退に伴う予備車の年室に止まった。年、 平成29年2月には本系列の同級取り替えようとして、同じく空気バネ車体系車式で最高運転速度、時速1 2 0トルの2600系機動車の量産先行車4両が申請され、試験運転後、同年12月から高徳線の渦潮の3往復に投入された。しかし、同系列については、土産線の連続曲線での走行に課題があるため、 量産は断念された。今後の申請、本系列の置き換えは2600系をベースとした新式車両2700系の製造により行われることとなっており、一部報道では国の支援措置の活用により2020年度までに40両導入し、老朽車両を置き換える予定とされている。 2018年3月31日付で2202と2207が除籍廃車された。なお、これらとは別に2018年平成30年3月17日のダイヤ改正当日にて試作車、C が上階2号で定期運行を終了し、このうち2001については改正後も当分の間予備車として活用することとされていた。 同年6月から3回にわたってさよなら、運転ツアーを実施、3回目となる同年7月3日に、多度津工場への営業運転をもって引退した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。